今回の EV テストはレクサス RG を取り上げます。レクサスは2030年に 100% 電気自動車、バッテリー EV にすると表明してますが、今のところまだこれが2車種目で、1車種目は UX で、あれは既存のガソリン車、ハイブリッドカーを電気自動車化した、コンバートしたといったようなモデルでしたが、 RG は初めて専用プラットフォーム、バッテリー EV 専用プラットフォームになります。ETNGA ですから、トヨタ BZ4X、スバルソルテラと、土台は車体ですね、は一緒になります。ただ、かなりやはりレクサスですから、ボディの剛性に効く部分であったり、あるいは静粛性だとか、そういったところかなり作り込んでますんで、ほぼ別物に近いと言ってもいいかなというぐらいなものにはなってます。でパワートレインはですね、BZ4X の場合フロントウィールドライブ、前輪駆動もありますが、これは 150kW のモーターをフロントに積んでます。で、4輪駆動になると、80、80で合わせて 160kW なんですが、RG の場合はフロント150、リア80と、持ってる組み合わせの中で一番パフォーマンスが高いモデルになるということになりますね。で、逆に BZ4X の方が80、80にわざわざしているのは、これスバル側の 4WD のエンジニアなんかが、スバルの考えとしては、こう前後のモーターが同じであってると、特にリアモーターがフロントよりも、同等以上じゃないと、その四輪駆動らしい操縦安定性なんかをあらゆる場面で出すには、それが望ましいということでやってるんですけれども、レクサスの場合はそうではなくて、パフォーマンスを取ったということができるかもしれません。ただ、これもダイレクト4と呼ばれる非常にこう新しい、四輪駆動の制御にチャレンジしてますので、チャレンジしてますし、あとそのバッテリー EV の良さというのは、レクサスとしてはモーターの制御だったり、そういったものが非常にこう緻密にできるので、それでレクサスが目指しているこう一体感のある自然な走りとかが作り込めるというところを言ってますので、このモデルで非常にそれが進化していくんじゃないかなというふうに思ってます。まだまだこう第1弾走り始めた、バッテリー EV ではあるんですけれども、かなりこう将来に向けて気合いの入った開発をしているんで、今回も楽しみにしています。レクサス RG に試乗してきました。やはり注目していたのは、四輪駆動のシステムなんですけれども、実はね、これプロトタイプで、の試乗会の時にですね、あえて
可変させない駆動力配分で、50対50の車とこの可変システムっていうのを乗り比べることができたんですけれども、全然いいんですよね。あの50対50の固定式ですと、少しこうハンドルの利きコーナーに入っていくときに、ちょっともうちょっと気になるといけないなみたいな感じとか、立ち上がりもそうだったんですけれども、あえて可変にした方が、ドライバーの思っていることがなんとなく通じるなっていうような、感じだったんですね。ただかなり限界に近いところで走るときは50対50の方がコントローラブルというか、まあ、動きが読めるんで、いろいろ可変しない方がいいなってこともあったんですけれども、まあその時はサーキットだったんで、まあそういう感じで見てたんですけれども、今日初めてターンパイク、ワインディングロードで、まあ そんなに限界に近づくっていうような走りにはなんないんですけれども、でもすごく大体思った通りにハンドリングが効いてくれるなっていう感じで、あ、やっぱりこの、リンクドシステムにしてすごく、まあレクサスらしさ、一体感みたいなものが表現できてるんじゃないかなというふうに思いました。でまだまだきっとこれも進化するでしょうし、まあ現状でも結構いいなとは思いますけれども、これからガツンとこう、おそらくレクサスは電動化に向かっていって、2025年とか26年ぐらいにまた新しいプラットフォームができるって話もありますから、すごくその辺も楽しみになったのという感じがします。まあ、今でも乗って悪くないというか、やっぱりトヨタブランドとは全然違う高級感とかクオリティがあるんで、満足度は高いと思いますけれども、今後もすごく楽しみだなというふうに感じました。